アイドルグループ AKB48 の柏木由紀29歳が6月3日に放送されたバラエティ番組主治医が見つかる診療所スペシャルテレビ東京系に出演。10万人に1人の病気の可能性があるとの診断がなされた。番組の中で人生初の人間ドックを受けることになった柏木だが、体重はデビュー当時からほぼ変わらず 40kg 前半、肥満度を表す BMI は 16.9、体脂肪率も 19.0 とともに、基準値を下回る数値でかなり痩せていることがわかる。ただ、柏木は左手が痺れることが多くって、4本の指先が常に痺れている。整形外科に行ったら、手根管症候群と一応診断だったんですけどと気になることがあると話し、その後 MRI 検査の結果、脊髄腫瘍の疑いがあるという診断が出た。番組に出演した専門医は、脊髄の真ん中に黒い影があり、脊髄腫瘍というものが隠れている可能性がある。もしこれが脊髄腫瘍であれば10万人に1人くらいの極めて稀なケースなんですけれども、しっかりとした治療が必要になってきます。手のしびれは手根管症候群の可能性もあるが、脊髄空洞症や脊髄腫瘍がしびれの原因になることは知られている。お仕事であるダンスなどにも支障が出る。画像の割には症状が極めて軽いので早期発見と言っていいと思いますと語った。柏木は手根管症候群って言われていろいろ自分で改善してたんですけど、あんま治らないのが謎だったんで、なかなか治らないのが引っかかってたんで、逆に脊髄のせいかもと言われてちょっと気持ちが楽になったと話し、2週間後に精密検査を受けて治療を受けることとなった。